回っとんかな。ちょっともうね、最初からどういったキャラクターかというのは匂ってきておりますけれども、2回目の、ソウルトリオの皆さんのステージお楽しみいただきたいと思います。まあ、トリオで活動したりですとかね、トリオクラス4人もソウルフィッシ、フィッシングクラブという形でも活動されているということで、岡山市北区ですね、皆さんね、北区を中心に活動されているということで、北区のナンバーワンを目指しているバンドの皆さんです。さあ、それではたっぷりとお楽しみいただきましょう。ソウルトリオの皆さんです、お願いします。やんややんや、いいわ、いいわ、
次は三人の美しいハーモニーをお聞かせいたしましょう。Hey,
宇宙の欲望は果てしない、たまにまでもちょっとだけの距離が決まりすぐに戦争入るべ、宇宙の欲望は果てしない、おえびたましい
暗いのは初めてだ。もう一つ決まって以降を探しに出かけよう。この俺だって10月10日にあそこペパーランドでやりますので、もしよろしかったら皆さん遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。演奏はすごくかっこいいんですけど、時折ね、匂わせてくれるこうソウルトリオらしい感じがまた触らないじゃないですかね。やっぱり風の方が涼しくなってきましたけれどもね。ありがとうございました。さあ、まあ、そうソウルトリオの皆さんは10月10日ですね、あさってにペパーランドの方でライブを行うということですので、よかったら足を運んでみてください。さあ、この後はですね、3時からになりますけれども、もう間もなくですが RSK ステージの2回目ということで、皆さんにお楽しみいただきます。1回目ご覧になったという方もね、いらっしゃるかと思いますけれども、アレッケ君登場しますよ。一回お子様は一緒にアレッケ君とね、対応することができますので、ぜひね、中段ステージ前に集まってください。アレッケ君に合わせて中国地方初というふうに聞いてますね、最先端技術を誇るすごいロボットが登場してくれます。アレッケ先生はアレッケ君と共にまたロボットショーも楽しめるというステージになっておりますので、ぜひね、アレッケ先生もお楽しみいただきたいと思います。この後午後3時からスタートとなりますので、どうぞお楽しみ。Thank you.
ソーストリオさんの。